ほんならちょっと変わりましたので、少し、短い紹介をしたいと思ってます。こちらです。子供のおもちゃ、大好きな子供のおもちゃの1巻から7巻を購入しました。これはずっと欲しかったので、やっと購入しました。めちゃくちゃ嬉しいです。まだ読めてないんですけど、まあ時間あるので、後で読みたいなと思ってます。あとはこちらの2冊です。まずは狼に鈴の、一巻。こちらに、伝え特典がついてます。表紙が見えない。帯が、彼めっちゃかっこよくないですか？めちゃめちゃイケメンです。これはすごく楽しみにしてます。そしたら、ひらぎ先輩とお二人様の一巻です。こちらも、伝え特典がついてます。帯めちゃくちゃ可愛いんですよ。まだ読めてないんですけど、早速読みたいと思ってます。こちらと、あとはこちらのコーナー、パリピ孔明が増えました。まあ、こちらは、ほんとの紹介した時に説明しました。こちらは彼氏のものになります。まあ、4巻から9巻もまだ全部買いました。こちらは、まあ、彼氏コーナーになります。そしてこちら、可愛いだけじゃない、四季森さんの1巻と2巻を買いました。めちゃくちゃ可愛くないですか？アニメはまだ見てないんですけど、まあ、結構ピックアップされてるのでちょっと気になりました。まあ、1巻と2巻を買ってみました。まだ読めてないんですけど、まあ、読んだら続きを買うか買わないか後で決めたいと思ってます。最後に、こちらのコーナーになります。島の音の、1巻がやっと届きました。まだ読めてないんですけど、まあ、後で読みたいと思ってます。はい、以上になります。まあ、そんなに変わってないんですけど、少しだけは変わりました。あ、忘れました。こちらも、入りましたね。東京リベンジャーズの、27巻と、ファンブックも購入しました。まあ、こちら、ブログにも入ってるし、本棚紹介の時もありましたので、まあ、最近のものじゃないです。なんですけど割と新しいです。はい、以上になります。よし、寝る前に、これを読みたいと思ってます。さっきを紹介した、少女漫画です。特典を外しました。楽しみです。